皆さんこんにちは REC 専任講師の友嗣ですさて今回はですねはいこちらでございます、えー、2021年賃貸不動産経営管理士講座説明会賃貸管理士今年の試験攻略法はこれだ昨年度試験の分析から見る予想論点というタイトルで30分ほどお話をさせていただきたいと思いますさあこちら賃貸不動産経営管理士試験なんですけれどももうね、えー 今年からですよはいもう業務管理者というですね、えー、もうものになれるということでですねはいもう人気も高まっておりますこの資格試験どういうものなのかまずはそちらについてご説明をしていきたいと思いますはいまずですね一番試験の概要云々というふうにありますまあこちらに関しましてはいろいろね、えー、書いてありますけれどもまあ試験の日時 はい、まずですねこちらです11月21日日曜日13時から15時ということで、まあ、この日に向けて皆さんはこれから勉強をするということになるわけです。でですねこちらなんですけれども、はいえー、4作1のマークシート式50問を2時間で回答するというですね、まあ、こういう方式になっていきます。 はい、えー、まあですので、例えばそのね、皆さん、もしかしたら、宅研試験、えー、これをね、えー、受けてらっしゃるという方も、えー、いらっしゃると思います。まあ、それと形式は基本的には同じということになっていきますね。で、ですね、はい、こちら、一部免除というシステムもございます。でこの一部免除なんですけれども、えー、講習、こちらを受講すると、ですね、問いの46番から50番まで。 こちらの五問が免除されるというですね。えー、こういうシステムがあります。でですね、この免除に関してですね、はい、えー、ちょっとお話をしていきたいと思います。まずこちら免除なんですけれども、この講習を受講するとというふうにありますよね。そう、講習を受講することが必要なんです。言い方を変えますと、そう、講習を受講しさえすれば誰でもということなんです。 はいですので例えばその他のね例えば宅建試験とかだったら誤問免除はそのね、えー、まあ、業者にお勤めの方がとかですね、えー、例えば管理業務主任者試験であればマンション管理士に合格した方がとかですねまあやっぱり、えー、条件があるわけですよね、えー、この誤問免除を受けるためには。はい、えー、ですがこちらの賃貸不動産経営管理士試験に関しましては。 そう免除を受けたいというふうに思ったらば講習を申し込みをしますそして受講をしますそうすると誰でも免除が受けられます。で、まあ、ですので うんまあお時間に余裕があるのであればこの免除というシステムも使っておく方がいいと思います。ねえー、講習の内容こちらに載ってますけれども、まあ、こういうものを経るとですね五、はい、問免除されるというですねやっぱりまあこの五問免除というのは精神的には大きいです。うん、ですのであの、うん、受けると受けてないのとではやっぱりねあの試験会場でのメンタルがやっぱりね、えー、変わってきますのでそういう意味では受ける、ねえー、ことができるのであれば、まあ、この一部免除もえやっておくと いい,と思いますただ、まあ、少しね、えー、ちょっと悲しいお知らせになるんですけれども問いの46番から50番までが免除されるということなんですけれども例えばこれがね宅建試験とか、ね、管理業務主任者試験であれば、まあるあ程度固定してるんですよね問いの46から50に何が出るかっていうことについては。ですが、えー、こちらの賃貸不動産経営管理士試験に関しては。 うん、問いの46番から50番までに何が出るんですかっていうのが、まあ、うん、確定してないので、まあ結局5問免除を受けたとしても、全範囲の勉強は必要になります。ええー、全範囲の勉強が必要になりますので、まあ、そういう意味でのメリットっていうのはそんなにないかもしれないです。はい、えー。ですので、あの、例えば宅建で5問免除もらいましたとか、ね、管理業務主任者試験で5問免除もらいましたって言ったら、あ、じゃあこの分野の勉強しなくていいんだっていうふうになるじゃないですか。でも、それがないんですね。 はいですので結局全部の範囲勉強しなければいけないというですね、まあ、そこの部分はね、えー、ちょっと楽にはあまりならないところにはなりますがでも先ほども言いました通りやっぱりあの試験会場で自分はねここの5問は、ね、全部正解扱いにしてもらえるんだっていうふうにそしてですね、えー、こちら出題の試験範囲ということなんですけれども、まあ、例年ね 今までもこの資格試験ありましたが今年はです、ねまあとでまたお話しますけれども、うん、結構制度が変わったんですねで制度が変わって、えー、この法律がですね昨年の末ぐらいですかねにちょっと一部先行して、えー、法律が施行されることになりで残りの部分もですね、えー、今年の6月,ですか6月にこ法律が施行になりましたと。 いうことになりますでこの試験範囲なんですけども基本的にはですね4月1日に施行されている法律というのがこの試験範囲になるんですけれどもこれはあのもう発表済みなんですけども4月1日に施行されている法律プラス6月に施行されるその法律の部分ここも範囲になりますと。 いうことになりますのでで実はですねこの6月に施行された法律の部分ここも範囲になってくるんですが過去問がなないってことになるんですねそうやっぱりあの今までと,ちょっと制度自体がガラッと変わりましたので今までの過去問がですねそういう意味ではちょっと使えなくなってしまったというところがありましてここの新しい、ね、新法の部分に関しましては まあ、なかなかね、あのー、情報がないという状況の中で、まあ、今年は戦っていかなければいけないというところで、まあ、そういうところがですねやっぱり、あのー、皆さんも何、えー、とかして情報を収集していこうというふうに思ってらっしゃる部分だと思います。でまあちょっとそのね、えー、新しいその、ね、新法の部分のお触りの部分に関しましては、まあ、このガイダンスの後半のところで少しお話をしていきたいと思いますが、まあ、まずはちょっとね試験の概要的なご説明からですねやっていきたいと思います。 思います、はい、さあそしてですねこの下の部分ですね、はいえー、5年間の受験者等のデータという風にありますがご覧ください皆さんねどん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 人気が上がってきていますはいねもう申し込み者数が3万人に達するぐらいの勢いですねはいですが、まあ、この合格率が年々やっぱり下がってきてるんですよねはい、えー、ついに20%台になりました やっぱり20%台というふうになると、まあ、例えばですよ例えば25%の合格率というふうになっていくとどういうことになるのかっていったら4人に1人しか受からないってことになるわけですよ。はい ここに4人いたら1人が合格者になりますけどもあとの3人は不合格者ということになってしまうわけなんですね、えー、ですので、まあ、結構厳しい試験になってきていますね前までほんの数年前まではですよ、ね、50%です2人に1人は受かっていたというところなんですねやっぱりここら辺令和元年あたりからですね ちょっとこの試験ってそんなにさらっと勉強してさらっと受かるものではないんじゃないかっていうふうに言われ始めました。はい、で昨年なんかはそれも本当にかなり言われた。 部分です,、ねえー、ですのでまあなんか軽く勉強して軽く合格できるっていう試験ではもはやなくなっているというのが実情ですですがこれはもうほんのほんの数年前まではまあさらっと勉強してさらっとね、えー、できますよみたいな感じの風潮はあったんですけどもまあここ23年でガラッと変わりましたはいですのでまあこれから今年ね、えー、この賃貸不動産経営管理士を目指すという皆さんは まあやっぱりこの現実をまずちゃんと見つめておいてください、えー、それなりに激戦の試験になりますで、まあ、合格基準点も、えー、こちら見てください今まで40点だったのが去年からですね50点満点に変わりましたで、まあ、今年もね、えー、50点満点ということになりますはいですので去年から結構試験制度が変わったなんですよ で今年は、えーまあ、試験制度はそんな変わんないんですよ、えーまあね。2時間の試験で50問2時間で回答するっていうここに関しましてはで4択50問っていうところに関しましては、まあ、これ去年と一緒なんですよね。ただそう試験の内容が変わってしまったんですよね。はいえー、昨年は形式が変わり今年は内容が変わるというですね、えー、そういったあものになっていきます。 はいでは、ですね具体的にちょっとどういうふうなあものになっているのか、昨年度のデータとかも見ながら、えー、お話をしていきたいと思います。はい、まあ、レジュメ、お手元にあるという方は、ですね、えー、ご準備いただければと思います。まあ、ない方も映し出しますので、はいまあ、引き続き、えー、映し出したのを見ていただいても構わないんですけれども、はいまあ、あれば、えー、お手元に、えーねえー、あるものを見ていただく方がいいかなとは思います。ははい、えー、それでは えー、2ページ目のところから見てまいりましょう試験の公表として、えー、ありますが一番見ていただきたいのはここでございますはい2ページの下のですねまあ試験問題を4つの系統に分類しました法令系それから登録制度系それから、えー、賃貸管理業務系それから建築設備系ですね、えー、こちら うーん例えばこの法令系で言いますと賃貸借契約とかですね、まあ、あのそれとまつわる借地借家法とかですね、えー、あとは、まあ、業務関連法令、まあ、例えばその宅建業法であるとか、まあ、そういったあ、ね、業務に関連する法令のお話ということになりますけども、えー、こういった分野でそれから、えー、登録制度系ですねここが大きく変わってしまったんですよね今年、えー。ここが大きく変わってしまいましたのでここの部分の過去問っていうものがまあ うん、ちょっとシステム自体が変わったので、えー、使えなくなってしまったってところがありますのでここはおそらく今年、えー、かなり差がつくポイントになるんじゃないかなというふうには思います。でそれからこちらですね、えー、管理業務系、えー、ということで、まあ、例えば、えー、募集をかけたりとかですねそういったあものとかですねそういった内容のものが出ていますとであとはこちらです。ははいこれはあの 宅建とかではあんまり馴染みがないと思いますけれども、えー、建築設備系特にまあ、設備の話ですね建築の方はね建築基準法とかで、えー、宅建とかでもお馴染みかもしれないんですけども設備とかですねまあ、これはあのマンション管理士とか管理業務主任者とかそちらの方を、ねえー、勉強済みの方であればあ設備ああいうやつねっていうのはまあえー、ピンとくると思うんですけども例えばんね、えー、んその んんて言うんですかね水道にしても設備というものはやっぱりあったり電気設備とかあったりとかですねそういった設備の問題ですねこういったものになりますがまず押さえておいていただきたいのは何かというと、まあ、平均得点率結構みんな高めにとってるんですが特にやっぱり設備系結構とってるんですよね。 なので結構前まで言われてたのはこの賃貸不動産系管理士ってこっちの、ね、え法令系とか、えーねまあ、この管理業務系の方でガッと稼いでおけば設備系はさらさらっと流せばなんとかなるよっていう風うな、まあ、言われ方をしていたわけですよ、先ほども言いました通り、まあ、まだ、ねえー、50%とかそういった時代に関してはです。 はいですが今もうねえー、4人に1人ぐらいしか受かってないというですねそういう中でこの高得点を叩き出している分野に力点を注がないというのはかなり危険だというところは認識持っといてください、えー、ですので、うん、結構そのねどっかの分野に絞って例えば賃貸借と着,地着火法に絞って勉強してしまってそこで点数を稼ぐぞっていうそういう学習の仕方はもはや通用しないと いうことを押さえておいていただければいいかなというふうに思います。はい。まあね、あの特に設備なんて結構やりだすとキリがないっていうところはあると思うんですよ。で、やりだすとキリがない。じゃあどこまでやるべきなのか、どういうところをね、えー、しっかりやるべきところなのかっていうところはやっぱりなかなか難しいとは思うんですけれども、えー、次の3ページ目のところをご覧ください。 まあね、えー、勉強の仕方が書いてありますけれども例えばこの建築設備系、えー、なんですけれども過去問を解いて理解していれば十分に対応できる基本レベルの問題ですので過去問を利用して基本知識を身につけるように心がけたいところですというふうにありますはいここなんですけれども大事な場所がありますここですはいさすがに全く同じ問題を出してくるわけでは ありません過去問の中で理解をしていかないといけないいいいとけんでですね、えー、過去問の中で理解をしていってあこういう仕組みなのねとかってことは、えー、ここのお、ね、部分がやっぱり大事ってことはあ例えば次出てくる時にはこういうところも気をつけておかなきゃいけないんだなそういうところまでの理解っていうものが大事になります。えー、ですので、まあ、過去問さえ解いておけばそれと同じレベル同じ問題さえ対応できればそれでいいんだってわけではないんだっていうところはまずは押さえて いいいいいてたいただきとところという風になりますはいえー、ですので、まあ、建築設備系をまずはですね、えー、軽視しないというところは、まあ、この賃貸不動産経営管理士の勉強をするにあたってはもう一番最初に押さえておいていただきたい。で、まあ、当然のことながら、まあ、借地借家法とかねあの賃貸借借地借家法の部分なんかは、まあ、それは当然メインです、えー、メインのところなのでそれはもうしっかりやってくださいよっていうことになります。でそれからこちら、ねえー、管理業務系こちらもですね まあしっかり、まあ、ここら辺はもうメインですからねそういう意味でははいこの資格のある意味メインになってくるところなので、えー、しっかり学習しておいていただきたいというふうに思いますがだから逆に言えばもうだからここだけで攻め込むのは危険ってことですここができるってことを前提にこっちってことになりますで、まあ、従来だったら本当に登録制度系の問題って同じ場所が繰り返し繰り返し出されてたんですよ。ああのののははっきり言えば、えー、登録制度系の問題はあの 過去本やっっととけばなんとかなんかたんでですよ今まではただそう先ほども言いました通り、えー、新しい法律が施行されたということで今までの過去問が使えなくなったっていうことはそう過去本の繰り返しという言い回しができなくなってしまったんですね。なのでやっぱり今年のまあやっぱりね試験に受かるっていうふうになってくるとまず法令系と管理業務系ここはもう確実に勉強しておくのはまあもちろんそれは当然です。はい そこは当然でプラスでこの過去問のない登録制度系とあとは、まあ、過去問がそのままってわけではない建築設備系ここでどれだけ失点を防げるのかっていうところが今年合格するためには確実に必要になってくるものになってくると思います。はいさあそれでですね,、えーまあ、ね4ページ目のところにもですね、はいえー、書いてあります。 ここです、えー、4ページ目の過去に「新法からの出題」ということで本年度の試験ではね、えー、新法が出題されますがその出題数は旧登録制度での出題項目からするとまあ8問から10問ぐらいかなというふうに思われます。えー、ですので、まあ、ここをね8問から10問の中でどれだけ取れるのかっていうところはいこちらです。テキストや 条文を利用して新法の基本事項を理解しておくことこれがもう一番の対策ですだって過去問がないんですから過去問がないんですからそうやって理解していくしかないってことになりますよね ですのでまあテキスト条文そういったもので学習をしていくっていうのが重要になります。まあ、えー、やっぱり、まあ、テキストで勉強していくっていうのが一番、まあ、手っ取り早いといえば手っ取り早いです条文って結構読むのも苦労しますからね。はいえー、ですので、まあ、条文をねちゃんと噛み砕いて説明してくださってるのがテキストってことになりますので、まあ、やっぱりそのテキストを、えー、しっかり学んでいくっていうのが、うんまあ、一番こう最短的に、えー、ね効果ができるんじゃないかなというふうに思います。 はいそれではですねちょっと残りの時間をかけてですね5ページ目からですでは、えー、新法登録制度の要点チェックということでまあ限られた時間ね、えー、12,3分ぐらいの短い時間ではありますけれどもはいこの新法どういうものなのかっていうところ触りだけでもご理解いただければというふうに思いまして、えー、こちらの方を見ていきたいと思いますまず1番目管理業務というものがありますと でこの管理業務って何ですかって言うと、賃貸住宅の,の賃貸人から委託を受けて行う業務であって、1または2にあたるものですというふうにあります。で、1または2にあたるものというふうに書いてあるんですけども、1番は、 委託に係る賃貸住宅の維持保全、えー、こちらを行う業務ですねでそれから二番は当該賃貸住宅に係る、えー、家賃、敷金、教益費その他の金銭の管理を行う業務というふうにあるんですけれどもこれ気をつけてほしいのはここ一と合わせて行うものに限りますと書いてありますどういうことかと言いますとちょっとこれ欄外のところに書いて,ある書いておきたいと思いますが例えば 一番の業務のみをやっているというのはこれは管理業務ですかって言ったらこれは管理業務です一番と二番と両方やっているってのはこれはって言ったら管理業務です ですが2番しかやってないというふうになってくるとこれ管理業務じゃないってことになるんですね。なので管理業務というふうに言われるためには少なくとも1番はちゃんとやっていることが条件になります。1番をやっていて1番だけでも管理業務だしそこに2番を付け加えても管理業務ですよということになります。 はいまずそこはしっかりと押さえておいてください、えー、1番のみもしくは1番と2番ですはい2番のみであればこれは管理業務ではありませんじゃあ、えー、そのね管理業務の前提となるこの1番を見ていきましょうってことになるんですけれどもはい、えー、こちらはって言いますとはい維持と修繕ですね、えー、こちら維持修繕 えこちらがですね、えー、こちらの丸1番のポイントになります。じゃあ、この維持や修繕を行うということなんですけど、どういうことですか、はい、賃貸住宅の維持・保全とは、居室および居室の使用と密接な関係にある住宅のその他の部分ということになります。なので、まず、居室と、いいですか、居室と、居室以外の部分。 ですねはい、居室と居室以外の部分、えー、こちらの部分についての点検清掃等の維持それから、はいえー、修繕これを一貫して行うというのが、えー、ここの賃貸住宅の維持保全というものの定義になります、えー、なので、まあ、ちょっと下に具体例を載せてありますけれどもまずご覧ください、はい 定期清掃業者、警備業者、リフォーム工事業者等がえ維持および修繕の両方を行っていますというふうになりますよね。はい、維持・修繕両方を行ってます。はい、維持・修繕両方を行っております。やっぱね、維持を行い、修繕を一貫して行うことを言うだからやっぱり維持・修繕両方を行う。これははい、該当します。はい。 ですががこれがです、ね、維持・修繕のうちのどちらか一方、はい、どちらか一方のみだったらば、まあ、同じ、ね、定期清掃業者や警備業者やリフォーム工事業者であってもそれは維持と修繕の両方を行うのであればこれは賃貸住宅の維持保全というふうになるんですけどもこれは、えー、片っぽしかやってないとなると実はこれ維持保全に該当しないんです。 はい例えば、その、ね、定期清掃業者が、まあ、維持の方のみしか行ってないとかですね、えー、リフォーム工事業者がですね修繕の方だけしか行ってないとかですね、えー、そういう風になってくるとやっぱり、えー、いずれか一方ではこれは該当しませんということになっていきますははいでは次で次す。 エレベーターの保守点検、えー、修繕を行う事業者等が、えー、賃貸住宅の部分のみについて維持から修繕まで一貫して行う、うん、確かに維持修繕を一貫して行うというところでこちらの部分、後半の方の条件は満たしているのですがここです、はい、ごめんなさい賃貸住宅の部分のみ。 賃貸住宅のの部分のみつまりまあこれ、えー、エレベーターの保守点検修繕を行う事業者は、まあ、多分エレベーターだけってことになりますよねそうするとエレベーターだけってことはそうこの居室以外の部分のみになっていて居室の部分については何もやってないってことになりますよねつまりはいここにもあります通り居室および居室以外の部分なんですよ居室と居室以外の部分なんですそれを居室以外の部分の、ねえーえー、このエレベーターだけっていうのであれば たとえ、ね、維持から修繕までを一貫していったとしても維持修繕までを一貫していったとしてもはい、これは残念ながら賃貸住宅の維持保全には該当しないということになるんですよろしいでしょうかまあえー、4番目はそもそもね、維持修繕を行ってないわけですからまあそれは該当するわけがないですよね、えー、入居者からの苦情対応のみを行いっていうことになってますのではい、ですので、えー、こちら居室と居室以外の部分 両方に対して維持と修繕両方行ってるこれが、えー、賃貸住宅の維持保全の定義ということになっていきますよろしいでしょうか、はいえー、まずこういう認識をまず持っといてくださいねでそして、はい、それに、まあ、2番の業務も、えー、合わせてでも構いませんよってことになりますではこういう予想問題出てきたらどうでしょうかはい さあ賃貸住宅の家賃敷金教育費その他の金銭の管理を行う業務は、まあ、つまりここでいう2番、ね、こっちでいう2番の業務は、はい、こっちでいう2番の業務は、はい、このように1番,を1番をやってない場合であっても管理業務に該当するかっつったら。 該当しませんよねつまりこれ何言ってるのかって言ったら2番しかやってないんですけどこれって管理業務ですかって聞いてるようなもんですはい2番しかやってないんですけどこれって管理業務ですかって言ったらいや2番しかやってないものはすいません管理業務ではありませんということになってくるわけなんですねよろしいでしょうかはい、まあ、こんな感じでえーね、扱っていくということになっていきますで、えー、6ページのところですねはい、えー、この「業務管理者」というものがありますと はいえー、賃貸住宅の管理業者は営業所または事務所ごとに1人以上の業務管理者を選任して、えーまあ、ちゃんとその、ねえー、管理および監督に参加する事務というものをやらなければいけないんですね。でこの業務管理者なんですけれども、まあ、この登録の拒否自由というものがあって、まあ、こういう人たちはちょっとね、えー、できませんよと、はいえー、業務管理者にはなれませんよということにはなるわけなんですけれども。 はいえー、じゃあ、そのねこの自由に当たるか当たらないかっていうのをチェック入れてきますってことなんですけども、はい、これに当たらないと、えー、いうふうになったらまあ業務管理者になりますっていうことになりますが、はいまあ、もちろんあれですよ賃貸、えー、不動産経営管理士試験に受かってるとかいろいろ条件はありますよ、えー、他にも条件はありますけれどもじゃあ,まあ業務管理者になりましたって言ったときにその業務管理者が他の 営業者や事務所の業務管理者と兼ねることってできるんですかって話なんですはい兼ねることはできないんですね えこちら、業務管理者は他の営業所または事務所の業務管理者となることができません。つまり、えーねまあ、じゃあ、仮に私が業務管理者ですとで、この店の業務管理者もやってるし、この店の業務管理者もやってるし、こっちの店の業務管理者もまあ全部、ね、この3店舗は全部私が業務管理者としてやってますと、そういうのは無理ですよというお話になってくるわけなんですね。はい、えー、ですので、こちらに関しては兼ねることができません。ということで、えー、7ページのところ、見ていきましょう。 はい、予想問題です、えー。業務管理者は2つの事務所または営、えーえー、業所の業務管理者兼ねることはできませんということになりますので、えー、こちらは丸ですよね。はい、えー、こちらは丸になります。はい、ですから、まあ、複数の店舗のね、えー、業務管理者になるっていうのはそれは無理ですよってことになっていきます。はは、い、さあそれでは えー次でございますけれどもまあ、契約前の書面の交付ということでまあ、いわゆる重要事項説明書面ってやつですね、えー、こういったものも管理自宅契約を締結前には書面交付してくださいでこの重要事項説明にはこういったものをちゃんとね、えー、記載して書面に記載して交付して説明してくださいねっていうですね、えー、そういうものがあるんですけれどもじゃあこれなんですけれどもねじゃあこれなんですけれどもねはい全員に対してやるんですかっていうとまあ、そうでもない っていうのが8ページ目のところですね。はい、えー、こちらにあります通り、まあ、こういった方に関しては重要事項説明は行わなくてもいいですよ。まあ一言で言ったらもうね、えー、プロフェッショナルなオン方々ですよね、えー。そのプロフェッショナルなオン方々に対しては、まあ別に重要事項説明は行わなくてもいいですよっていうことになります。ですので、ここを結構ですね、やっぱり。 あのしっかり理解しておかなければいけない場所になりますよねえ重要事項説明を行わなくてもいい人間がいるんだってことです、はいえー、こういう人たちにとっては重要事項説明はいらないそして次です はい。じゃあこのですね、えー、書面なんですけども、じゃあこの書面をですね、はい、電子的って方法によって提供することってできるんですかっていう話です。そうつまり本当に書面で紙じゃないとダメですかっていうね、えー、電子データみたいなそういう感じで提供しちゃいけないんですかって話なんですけども、これはその承諾を得ればオッケーです。承諾を得ればオッケーです。でそれであの。 紙の書面を交付したのと同じというふうに見なされるということになりますなのでここもあの当社の方針なんで全てでっていうふうにやるわけにはいかないはい、えー あの電磁的方法ということでよろしいでしょうかっていうふうに聞いてそしていいですよっていうふうに言われたらそれは OK ですということになりますですので、えー、賃貸人の承諾これはやっぱり必要ですよ、えー、賃貸人の承諾は必要になっていきますよろしいでしょうかはいじゃあ予想問題こんな問題どうですかってところで、えー、管理自宅契約の重要事項説明を行う場合には説明のための処分を交付しなければならず 書面の交付ににえててて電子的方法によって情報提供を行うことは認められいいない罰ですね、はいでえー、賃貸人の承諾さえあれば電磁的,的方法によっても OK ということになりますのではい、えー、ですのでこちらはツということになりますとはいさあまあちょっと触りだけ見てきましたけどもいかがですか、うんまあ、なかなか結構この登録制度編っていうのも結構大変だなっていう認識、えー、持てましたでしょうか まず最初にその、ね、管理業務みたいな定義のところからやりましたけども、まあ、その定義のところから、ね、結構、ね、大変だと思いますですので、まあ、結構そうです、ね、あの4人に1人ぐらい、まあ、仮に25%だったとしたらですけどね、えー、ぐらいのまあ合格者になっているそして、こういうふうに、ねえー、まあ登録制度系は過去問もない中でちゃんと理解してやっていかなければならないということ。 でそれからですね、まあ、設備のところとかは、まあ、あまり馴染みがないかもしれないんですけれどもでも、ね、正解率周りの人たちがみんな正解できているわけですからそこはやっぱりそこそこちゃんと勉強しておかなければいけない、ね、そういうことを踏まえてこれから皆さんは今年の賃貸不動産経営管理士試験に合格するために勉強を始めなければいけないということになっていくわけです。はいでですののまあねあね 結構ちょっと前の、えー、ね、えー、受験した方からすればね、えー、賃貸不動産経営管理士は短期間でちょろちょろっと勉強すれば、まあなんとかなるよっていうふうに、えーねまあ、もしかしたらアドバイスを受けたかもしれませんけども、まあ、結構ここ数年で、えー、そうも言ってられない、えー、事態にはなってます。やるんだったらしっかりと対策を取って、そして勉強時間をある程度ちゃんと確保してやっていかなければいけない。そうしないと合格することが難しい。そういうい試験に なっていいいいいいるととうふうににご理解いただければというふうに思いますはい、それではですね30分という短い時間ではございましたが私からの今回のガイダンスは以上で終了させていただきたいと思います最後までご視聴いただきましてありがとうございましたそれではですね、まあ、またねあの別の機会で皆さんにお会いできることを楽しみにしておりますそれでは勉強頑張って、ね、それからせっかくこのガイダンスをご覧になったわけですから今年ぜひ賃貸不動産経営管理士 ね、受験して、そして今年合格してください。それでは今回はこの辺にて終了します。皆さんお疲れ様でした。